4番、二上勝友議員。議長のお許しをいただきましたので、個人質問を始めさせていただきます。まず最初に、本市旧小学校にあります PTA 組織の現状についてお聞きしたいと思います。各学校で組織されております PTA におきましては、長年、役員の皆様はじめ、会員の皆様のご尽力により、子どもたちの登下校の見守りや、さまざまな学校行事を実施してこられたことに対し、感謝申し上げます。我々が子どもの頃から存在している PTA ですが、学校教育におけるその功績は非常に大きなものであると感じております。しかし近年、昭和、平成、令和と時間が流れ、人々の価値観も大きく変化してまいりました。その変化の中で、現在の PTA のありようが、一部では時代の要請とは乖離してきているところもあるかと感じております。このような変化の中で、一部報道にありましたように、対立や混乱が発生しているところもあるやに聞いております。そしてその混乱や分断の被害を子どもたちが受けていないか、非常に心配するところであります。PTA は任意団体でありますので、その加入の有無というのは保護者さんの判断によると思いますが、学校教育の中で子どもたちがその処遇において、PTA への加入の有無で差別を受けるようなことは、決して許されることではありません。本人の出自や親の意見に関係なく、平等な教育環境を是とする我が党のポリシーからも、この点は強く訴えたいと考えております。これら PTA 関連の問題の一つに登校班の問題があります。吉見小学校の件が、京都新聞で報道されましたので、ご存知の方も多いと思いますが、PTA に加入していないご家庭のお子さんは、集団登校の登校班に参加できないという問題です。小学校の集団登校は、登校の安全を確保する上でも非常に重要であると考えております。ですから、PTA に加入していない児童が、集団登校の登校班に参加できない事案については、児童の、特に低学年児童の登校の安全を担保するという側面から、大いなる懸念がございます。校門に入るまでの登校の安全の責任は一義的には保護者にあるかもしれませんが、子どもたちの登校の安全について我々も無関心でいることはできないはずです。そこで教育長にお伺いいたします。本市旧小学校において登校班の編成運営は各校の PTA によって行われているのでしょうか。教育長。お答えをいたします。本市旧小学校の登校班の編成運営につきましては、以前より児童の安全な登校を見守るため PTA や子ども会が主体となり行われてきました。現在は主に PTA が中心となって行われている学校が5校、子ども会が中心となって行われている学校が3校、そして保護者が中心となって新たに登校班係を作り登校班を編成運営している学校が1校でございます。4番、二上勝友議員。ご答弁ありがとうございます。登校班係を設けている1校を除きまして、PTA もしくは子ども会が登校班の運営を行っているとのことですが、それではお伺いいたします。本市中小学校において PTA または子ども会への加入の有無で登校班へ参加できないという事案は
現在発生しているのでしょうか。教育長お願いします。教育長。お答えをいたします。小学校における PTA への加入の有無による登校班への参加について、集団登校を希望する児童が PTA や子ども会への非加入であるとの理由で登校班に参加できていないという事案は発生しておりません。 PTA や子ども会への非加入世帯の児童が安全な登校をできるように PTA や子ども会と学校が連携して集団登校ができるように運用されているところでございます。4番二上勝友議員。ご答弁ありがとうございます。今のお答弁に再質問させていただきます。PTA に非加入であるとの理由で登校班に参加できないという事案はないということですが、京都新聞の報道にありましたように、吉見小学校の現状について報道後どのような変化対応があったのでしょうか。教育長お願いします。教育長。一部報道でそのようなことがあったことは事実でございます。そのような報道がされたことについては事実でございます。PTA の非加入等によって、一緒に登校できない、ということにつきましては、PTA や学校がそうした非加入の世帯のお子さんが一緒に登校できるようにお声かけをして配慮をしながら登校できるようにしたと聞き及んでいるところ聞いております。今現在も特に一緒に登校できていないということはないところでございます。4番二上勝友議員。学校と PTA の配慮ということで、現在では、PTA に加入してないから登校班に入れてもらえないといった問題はもう解決したようですが、登校班に高学年がいない問題というのが新たに発生しているのではないでしょうか。つまり低学年の児童たちは PTA に加入しているので登校班に参加しているが、高学年児童が PTA に加入しておらず、そして高学年児童は自分で登校できるものですから、あえて登校班への参加も希望していないために、登校班に低学年児童しかいないといった逆転現象的な問題も発生しているところもあるのではないでしょうか。聞くところによれば、登校班の編成をする地域を広くとって、なんとか登校班に高学年の児童が配置できるような工夫はされているようですが、集合地点が遠くなったり、また遠回りになってしまったりと、さまざまな問題が起こり得ると思います。またそもそも少子化の影響で当該地域に高学年が存在しないということも起こり得る現状で、少しでも安全な登校班の編成をするには、従来ながらの地域を固定した登校班の編成が現状ではベストの方法と考えますが、その点教育長はどのようにお考えでしょうか。教育長。PTA が運営する市内にかかわらず、すべての児童が安全に高学年も含めてですね、高学年のことにつきましても配慮しながら、地域、保護者、学校、警察、行政等が一体となって、より良い形を、合意設計形成をしながら作っていくことが非常に重要であると思います。PTA 加入非加入にかかわらず、地域によってはなかなか高学年があまりいないという地域もございましたし、先ほどご指摘のあった学校につきましては、現在ですね、低学年だけで登校している集団はございません。何かの事情はございますが、やはり若干遠回りをするという事情がいずれにしても発生することはあるというふうに承知しております。そうした中、PTA 加入非加入にかかわらず、
まあ、学校とか PTA もしくは関係子ども会など関係のものがしっかりと話し合いをして合意形成を進めながら子どもの安全な登校を進められるようにしていくことが非常に重要であると考えております。4番二上勝友議員。ご答弁ありがとうございます。登校の安全確保していくことが非常に重要であるという言葉をいただきましたが、PTA の加入の有無でこう一度分断してしまったこの登校班の編成と運営が今後子どもたちの登校の安全に影響し続けるようなことはあってはいけないと思います。市民の方からもすべての低学年の児童が高学年児童に引き連れられて安心して集団登校できるようにとの要望も聞いております。行為に出されないご家庭もその多くが同じ気持ちではないかと推察いたします。先ほども申しました通り登校の安全の責任は一義的には保護者にあると認識しておりますが教育委員会もこの子どもたちの登校の安全を確保するために常にこの現状の把握に努め適宜必要な支援を行っていくべきと考えておりますが教育長どう考えでしょうか。教育長。今議員からご指摘がございましたようにすべての子どもたちが安全で安心して登校ができるように教長の考え方で子どもたちを見守って登校ができるように登下校するようにできるようにすることは非常に重要でございます。従いまして先ほどもある学校の事例を申し上げましたけれど同様にそれぞれ地域で事情も違いますのでそれぞれの学校で工夫されるようにしっかりとそういう子どもがいないか継続的に見守りをするいろんな状況を確認しながらしっかりと登校を見守っていくそういうことが重要であると考えております。4番二上勝友議員。ご答弁ありがとうございます。すべてのご家庭が安心してお子さんを送り出せる環境の整備よろしくお願いいたします。引き続き PTA の現状についてお伺いいたします。登校班の問題以外にも卒業記念品をはじめとする行事の際に配られる物品についても PTA 購入のものは PTA の加入の有無で配布されなかったり PTA によっては実費を請求されたりすることがあると報道で知りました。さて本市においてはどうなのでしょうか。本市旧社学校において PTA への加入の有無で卒業記念品と行事の際に配られる物品の配布で児童が区別されるような事案は発生しているのでしょうか。教育長お願いします。教育長。お答えをいたします。小学校の PTA への加入の有無による記念品の配布について昨年度は卒業記念品等の配布において PTA に加入していないという理由で児童に区別が行われている事案は発生しておりません。以上でございます。二上勝友議員。事案発生していないということで、ひとまずは安心するところなのでありますが、昨年の事案ではありますが、一部 PTA の未加入者に対して実費を請求する事案があったというふうに聞いております。そういった事実はございますでしょうか。教育長。PTA による記念品が配布されたすべての児童に配布された学校はございます。で基本的にはほとんどの学校で PTA によって支出が行われたところでございますが1校だけ大多数の保護者が PTA に加入しておりましてほんの一部でございますがお話をしながらそのように聴取をしたことがあることは確認しております。4番二上勝友議員。
実費を請求したところがあるということで、実費を請求して保護者さんがお支払いいただければ良いのですが、もし保護者さんがこう支払わないという選択をされたときに、その児童だけが配布物をもらえないということになってしまいます。PTA の構成員でもある学校の先生方は、このような区別を望んでおられる方は一人もいないと私は信じております。PTA の加入の有無で児童がその扱いにおいて差別されるようなことがあってはならないと考えますが、教育長はどのようにお考えでしょうか。教育長。今ご指摘がございましたように、そのようなことによってですね、児童が不利益を受けたりですね、嫌な思いをしたりすることは絶対あってはならないというふうに考えております。そうしたことがないようですね、PTA の記念碑の配布そのものについても見直される動きが現在、あります。それぞれの PTA あるいは単位 PTA でしっかりと状況を踏まえ、いろいろな意見を聞いて進めることが重要かと存じます。4番二上勝友議員。ご答弁ありがとうございました。 PTA への加入の有無で児童が差別されるようなことがないようしっかりと取り計らっていただきますようよろしくお願い申し上げます。次に PTA の今後についてお伺いいたします。現在過渡期にあると言ってもいい PTA ですが、その加入率はいかほどでしょうか。地域によっては高い加入率を維持し、従来の PTA 活動を続けられているところもあるようですが、また地域によっては年々加入率が下がっているところもあるようです。このような加入率の低い学区では、加入率が 50% を割ったところから加速度的に崩壊していくのではないでしょうか。そこで教育長にお伺いいたします。市内旧小学校における PTA 加入率はいかほどでしょうか。教育長。お答えします。小学校における PTA の加入率につきましては、学校により様々でございまして、今年度は加入率が 95% 以上の学校が4校、80% 程度の学校が2校、60% 程度の学校が1校、そして 35% 程度の学校が2校という状況でございます。4番二上勝友議員。ご答弁ありがとうございます。やはり本市におきましても高いところと低いところの地域差があり、ほとんどのご家庭が PTA に加入されていた一昔前とは違い、地域によっては PTA に加入しないという選択をされるご家庭も増えてきているということかと思います。また高い加入率を維持されている学区においても、それが積極的な高い加入率なのか、日本特有の同調圧力による高さなのかは測る術がございません。児童入会や全員加入から任意加入の形を取るところが増えてきている中、PTA 未加入者の増加というこの全国的な流れが本市でも起こっていると認識いたしますが、教育長はどのように認識されているでしょうか。教育長。PTA の加入につきましては、加速度的に、非加入の方が増えている、これは事実でございます。PTA は任意団体でございますので、しっかりと、その活動の目的や内容、そうしたこと、会費も含めてでございますが、そうしたことをしっかりと説明した上で、
入会していただくことが必要でございます。で、いつでもその、まあ、大会についてはできるということをしっかりと明示しておく必要がございます。まあ、そうした中でまあ、いろいろな事情で入会される方が減っているのは現状でございますが、やはり共助の精神でしっかりと子どもたちのために、子どもファーストでしっかりとみんなが取り組んでいくことが非常に重要であろうというふうに考えております。4番二上勝友議員。ご答弁ありがとうございます。引き続き PTA の今後についてお伺いいたします。現在過渡期にある PTA について全国でもさまざまな取り組みがなされているようです。そんな中、豊田市の小学校では PTA を解散して PTCA、 ペアレントティーチャーコミュニティアソシエーション、 PTA にコミュニティの C を加えた新たな枠組みで会費なし強制なしの組織を運営するなど新たな取り組みをされているところもございます。またこの他にも PTA を解散した上で行事ごと、また事業ごとにボランティア組織を編成してタスクフォースのような形で従来 PTA が行っていた活動を継続させるなど、全国でさまざまな取り組みが試行錯誤の中で行われているところであります。私は教員をしていた頃から地域のより多くの人がより深く学校に関与すべきと考えておりました。時代に合わなくなった PTA を単に解散するというのではなく、 PTA から時代の要請に合った会費なし強制なしの LCA ローカルコミュニティアソシエーションへとトランスフォーメーションを進めていくべきと考えております。 PTA はあくまで任意団体でありますので、各学校で保護者の意識を任意団体でありますが、各学校で保護者の意識調査をするなど、市主導でこのトランスフォーメーションを促していくことは可能かと思います。また、市内すべての小学校区の PTA や新組織で、会費なし強制なしを実現できたならば、新たにこの森山に定住を考える子育て世代への大きなアピールポイントになるとも考えております。住むなら森山の、子育てするなら森山の、この森山ブランドを挙げる一要因になるのではないでしょうか。この過渡期に起こるであろう、混乱や分断を回避して穏やかにこのトランスフォーメーションを完了するためにも市としての役割があろうかと思います。そのあたり教育長はどのようにお考えでしょうか。教育長。PTA の今後についてお答えをします。 PTA は子どもたちの健やかな成長のために保護者と教員が共助の精神で構成する社会教育団体の一つで、歴史的にも大きな役割を果たしてきました。今後も子どもの健やかな成長を促すためには、学校のみならず保護者や地域が一体となって取り組む必要がございます。そのため PTA 活動もしくはそれに代わる活動においては、保護者の負担軽減や活動内容の精査などを思い切って進め、その活動内容を具体的にかつ丁寧に説明をしながら合意形成を図っていくことが重要であります。各学校の単位 PTA はそれぞれの学校において自主的に運営される団体であることからありますことから、その取り組みは尊重されるべきものと認識しております。4番二上勝友議員。ご答弁ありがとうございます。教育長が先ほどおっしゃられたとおり、学校のそれぞれの特色に応じた、変革というのが必要だと私も考えております。その地域特性をより正確に把握するためにも、保護者に対する意識調査を実施する必要があると考えております。
教育長にお伺いいたします。保護者への意識調査実施していただけますでしょうか。教育長。保護者の意識調査をすべきではないかということについてお答えをします。単位 PT が置かれている状況につきましては、校種、地域、学校によりさまざまでありますので、まあ、一律的に行うものではないと認識しています。しかしながら、各学校の単位 PT において、広く保護者のことを、声を拾い上げ、さまざまな思いを掌握することは非常に重要であると考えております。その上で、各単位 PTA が必要な改革を進め、より良い活動になるよう、教育委員会として支援してまいります。4番、二上勝友議員。先ほど保護者の意識調査について、一律に行うものではないとのことでしたが、これは逆に捉えると、それぞれの現状に合わせた形で意識調査を実施する可能性は否定しないということでよろしいでしょうか。教育長。保護者の意識調査について、一律的に行うものではないというのは、市全体として一律に、同時に同じ内容で行うものではないし、行わない方向だということでございます。しかしながら、教育委員会としては、各単位 PTA がそれぞれの地域の状況に応じて、しっかりと保護者の、すべての保護者の思い等を把握しながら、特色ある PTA 活動等が展開されることが必要と考えております。従いまして、教育委員会として、必要な支援をしっかりとしてまいりたいというふうに考えております。4番、二上勝友議員。先ほど教育長のご答弁の中にありました、広く保護者の声を拾い上げとか、保護者の思いを把握してとありましたが、どのような方法をお考えでしょうか。例えばですが、PTA との話し合いによれば、PTA 活動への熱意が高い人たちの意見に偏ってしまう懸念がありますし、PTA 未加入者の意見は黙殺されることになりかねません。また、任意団体としての自主性を尊重して、独自の意識調査を実施される場合でも、PTA 存続派や PTA 解散派のどちらが実施しても、それぞれの思惑とバイアスがかかり、恣意的な文言によるアンケートになる可能性が否定できません。公平性を保つためにも、教育委員会主導で、もしくは指導の下で、保護者の声の拾い上げを行うのが良いと思いますが、このあたり、教育長、どうお考えでしょうか。教育長。すでにご答弁を申し上げましたが、例えば登校班の状況、そして卒業記念品の状況、これを一つ取りましても、各単位 PTA の状況はさまざまでございます。そして学校運営につきましても、小規模から大規模まで、あるいはそれぞれの特色がございます。従いまして、それぞれの PTA で、その状況に応じて、保護者の思いを、役員だけではなく広く聞かれることは非常に重要なことと考えております。従いまして、その状況を踏まえてですね、例えば CP とかいろんな場で全体の情報交換をしながら助言をしていくことは必要なことと考えているところでございます。4番、坂上勝友議員。ご答弁ありがとうございます。最後になりますが、この PTA の変革期に起こるであろう分断や混乱の中で、今回お聞きした件以外にも問題が発生する懸念がございます。子どもたちの安全と公平を最大限注意を持って見守り、そしてしっかりと対処していただきたいと考えておりますが、そこのところ今回
お聞きした問題以外にも対処していただけるかどうかというところで、教育長、お考えあればお聞かせください。教育長、お答えをいたします。当然ながらしっかりと市としても助言をして対応していきたいと考えております。登校派の問題、そして卒業記念品だけの問題ではございません。PTA の存在、あるいはそれに代わる団体というのは、 PTA がなくなってもそれに代わる団体ができているように、やはり学校だけで教育を進めるものではございません。子どもたちは学校、保護者、地域が一体となって見守りを進めなければなりません。従いまして、各単位 PTA で出てきた問題はしっかりと教育委員会としても共有して、しっかりと助言をして子どもたちのために取り組んでまいりたいと存じます。4番、二上勝友議員。ご答弁ありがとうございました。質問を終わらせていただきます。